はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは不安な時は絶好調にうまくいっているサインについてお届けしていきたいと思います。先日こんなツイートをしました。不安、イライラ、ワクワク、ドキドキは全部うまくいっているサインなんです。重いダンベルを持つと筋肉痛になり、その後は筋肉は大きくなります。成長痛って人生にとって最高の肥やしなんだよね。逆に不安がない状態は止まってるサインですよ。こんなつぶやきをしました。皆さんはコンフォートゾーンという言葉を知っていますか？まあ別名慣れ親しんだゾーンっていうんですが、まあ例えば朝ね、横に知らない男の人とか女の人が寝てたらびっくりするじゃないですか。まあ例えばいつも寝てる彼氏や彼女がいるわけです。それは当たり前のことですよね。あとは通勤や通学の帰る道をね、圧倒的に違う道から帰ったりするとちょっと不安になることありますよね。まあ僕も旅をしていて初めて入国する国なんか、最初イミグレーションって言ってね、空港を通る時とかめちゃくちゃ緊張したりします。例えばね、2年ぐらい前にイスラエルという国行きましたが、ドンパチやってる国ですから、もうみんながねガンを持っててめっちゃ緊張するわけですよ。俺殺されるんじゃないかなって思いました。まあこのコンフォータブル、要は安全圏の中にいることが僕たちは好ましいと思ってるわけですよね。皆さんが成長したい、変化したいって思うんであれば、まあこの安全圏を出るしかないですよね。ぜひ皆さん変化して飛び出してみてください。でピョーンって自分のコンフォートゾーンを飛び出した時にめちゃくちゃ不安になったりするわけです。大丈夫かなってなりますよね。で時にはね、イライラしたりするんです。もうなんであんな言い方すんのかなとかね、イライラしたりすることもあります。あとはドキドキしたりワクワクするわけです。皆さん不安って好きですか？僕だって不安は好きじゃないですよ。ただこれ行動心理学っていうんですが、このメカニズムを知った時にもう価値観がガラッと変わって不安が大好きになっちゃったんです。この不安もイライラもワクワクもドキドキも実は全部うまくいっているサインなんです。例えば筋トレするじゃないですか。重いものを持って負荷をかけると、まあ、筋肉痛になりますよね。その筋肉痛っていうのは乳酸であり、それがアミノ酸と結合することによって筋肉ができてパンプアップして筋肥大していくわけですよね。まあ、だから筋トレ面白いんですが、つまりこの筋肉痛がないと筋肉はできないってことなんです。例えば皆さんが転職しようとか引っ越ししようと思ったら、それはドキドキするし、お化け出ないかなって不安になったりしませんか？この不安、イライラ、ドキドキ、ワクワクは全部うまくいっているよってサインなんです。まあ例えばね、不安が嫌いだから、じゃあ不安をなくそうと思って生きてる人はどんな感じだと思いますか？不安がないということは止まっているというサインですよ。何も筋トレもしてないし、どん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 筋肉が衰退していってる。そのままでは寝たきりになったり骨粗鬆症になったりするかもしれませんね。大変とは大きく変わると書きます。自分が大きく変わってる時は大変なことが起きてるんです。大変ぐらいでちょうどいいですよね。感じは深いなと思います。不安な時は絶好調にうまくいってる時なんです。つまりうまくいっているサインだよというお話を今日はしました。このメカニズムを理解してね、最高なライフハックにお役立てください。いつもいいねコメント本当にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日の夜7時にお会いしましょう。リンダマンでした。また。